甘めな感じで、漬物は結構酸味が効いた感じで、でトマトは甘みが引き立って、お寿司はあっさりといただきました。調味料がこれ一つでこれだけの種類ができてるっていうのを言わなかったら本当にわからないと思うので、それこそお客さんが来た時とかに出すと、これ1本だよっていうのは、って言われるような気がします。食感も柔らかくて、身も食べやすくて、なんかもっと臭みっていうか肉の匂いとかがするんじゃないかと思ったんですけど、美味しかったですね。でお酢1本だけでこんな味になるんだったら、いつでも作りやすくていいなって思いました。全体的に甘さが結構あるので、お漬物食べた時に甘いのかなと思ったんですけど、やっぱりちゃんと漬物らしい酸味が出てて、トマトはびっくりするぐらい甘くて食べれるし、お肉は柔らかくなるし、もうこれ1本あったらいろんなものに使えると思います。便利ですか？便利です。